政府では新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組みとして機内の抗ウイルス抗菌コーティング並びに客室内の消毒を実施しておりますが、お客様皆様に安心してお過ごしいただくため、ご飲食事を除くマスクの常時着用へのご協力をお願いいたします。また現在は毛布枕の提供を一時中止しております。どうぞあらかじめご了承ください。は福岡までの空の旅、どうぞごゆっくりお過ごしください。ただいまから非常用設備についてご案内いたします。皆様必ずご覧ください。また座席ポケットにございます安全のしおりもご覧ください。緊急時酸素マスクが出てきた際にはご自身のマスクを外し、酸素マスクを直接鼻と口に当ててください。ご不便な点は乗務員にお尋ねください。航空は通路、化粧室を含め全席禁煙でございます。なお、電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。どうぞ快適な空の旅をお楽しみください。様、ただいま福岡空港に着陸いたしました。この飛行機は北側6番ゲートに到着いたします。飛行機が完全に停止し、シートベルト着用の際が消えるまでシートベルトはそのままお締めください。上の棚をお分けになる際にはお手荷物が滑り出ることもございますので十分ご注意ください。ただいまから全ての電子機器をご利用いただけます。座席の上の天井が低いので後ほど座席をお立ちになる際には頭上にお気をつけください。またお降りの際には携帯電話や書籍、お仕事の書類などお忘れ物をなさいませんようシートポケットの奥やお座席周りなどをお確かめください。スムーズなご搭乗と確実なお手荷物収納のため、次回ご搭乗の際にもスーツケースなど大きなお手荷物の貨物室の預けにご協力いただきますようお願いいたします。こちら福岡空港周辺の天候は晴れ、気温は30度でございます。お仕事の方もご旅行ご帰省の方もこの先もどうぞお気をつけてお迎えください。今日もワンワールドアライアンスメンバー JAL にお乗りくださいましてありがとうございました。ご案内いたします。ただいま JAL グループではハッピードリームキャンペーンを実施しております。抽選で東京ディズニーランド貸し切りパーティーへのご招待券などをプレゼントいたします。詳しくは JAL ホームページをご覧ください。この飛行機はまもなく駐機場に到着いたします。シートベルト着用の際が消えるまでシートベルトはそのままお締めください。また JAL グループでは SDGs 達成に向けた取り組みの一つとして到着後に窓の日よけを閉めております。ご協力くださるお客様はお席を離れる前にお近くの日よけをお閉めいただきますようお願いいたします。皆様ご協力ありがとうございます。ベルトサイン消灯まで今しばらくお席にてお待ちください。本日も定時運行にご協力いただきありがとうございました。